はい、どうも、良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は、新生翔平図、ユニフォームがかかって初戦ですね。翔平図 VS チェインボンズさんとの一戦をお届けいたします。先発バッテリーは、鉄拳のお二人、ゆうすけさんと、ケントくんです。さあ、先頭を、ファーストゴロに抑えて、ワンアウト、落ち着いて先頭を打ち取ります。はい、続くに守った。これフラフラと上がった打球がショート、くすねきくんがガチリと掴んで2アウト、ポンポンと2アウト取ってきましたね。はい、これが強烈な打球。はい、レフト前ヒットとなります。さすがっすね。ちょっとでも甘く入ると思ってくれますね。そしてここはデッドボール。そこからね、ちょっとピンチとなってしまいます。今度は9、サード翔平ダッシュ、ファースト送球、おっとアウト。翔平さばいて初回ピンチを無失点に抑えます。翔平の先頭はゆうすけさん。これが高々と上がったフライがレフトフライとなってしまいます。ワンアウト。2番クリッチ、クリッチでもともと4番打ってたんですけどね。ただこれがしぶとく落とす。はい、翔平ズも初回からね、失礼しております。クリッチナイスバッティング。さあ3番宝崎さん、これが流した打球、ゲッツァ無理、ファーストはアウト。ランナー進塁できましたね。これでさあ4番楠木君打った、これが抜けた。クリッチ帰ってくる、どうだこれは、おっとアウト。後変形で本塁アウト、無得点で終わってしまいます。送球もよかったですけど、キャッチャーもうまかったですよね。そして2回は先頭 VS 大井さんから、これ際どいボール、さすが大井さん、見逃してフォアボール。そして直樹さん、ここがデッドボールとなってしまいます。そしてケンさん、これもねちょっと内に入ってしまいます。デッドボールとなってしまいます。満塁となって、そしてこの打球ショートクスー君がさばいてホームアウト。見てください、この華麗なプレー。はい、アウトです。ワンアウト。さあ馬淵さん、これがフラフラッとファースト後方アウト。ノーアウト満塁から一気に2アウトを奪います。ナイスピッチ。ただこれ、強烈な打球がセカンドを襲う。そして大きくそれてしまい、はい、ケンさん帰ってきて2者生還で、はい、2点先制されてしまいます。さあここで切りたいところ、ここユースケさんがガッチリとキャッチを落ちてますね。はい、その後はね、与えませんでした。ナイスピッチです。さあバッターは5番のケントくんから。高々と上がった打球、大井さんがガッチリとキャッチ、これでワンアウトになってしまいます。さあ翔平の1打席目、さあどのバッティング見せてくれるのか。これがサード正面のゴロとなってしまいます。2アウト。7番斉藤さん、はい、ラガーズの斉藤さんですね。これが強く叩くも、おお、すげえ守備範囲、大井さんナイスプレーです。この回はランナー出すことができませんでした。さあ3回表の翔平さんの守備、これが翔平がフライをガチッとキャッチ、ワンアウト。さあお次のバッター、ういー、すごいっすね。おお、すげえ変化球、変幻自在の変化球で三振を奪います。2アウト。はい、そしてこれ、ちょっと内に入るとすぐ持ってきますね。さすがチェインボンズさん、ナイスバッティングです。2アウトからランナーを許してしまいます。そしてこれショートクスー君とってファーストは、好プレーもファーストセーフに。そして一塁ランナーは一気に三塁へ。さあここでね、打順は大井さんです。嫌なバッターですよ。はい、これ緩急で三振、ピンチをついて抑えております。そして翔平図の先頭は8番本川さん、これしっかりと選びました。先頭出塁です。ナイス戦です。出ましたよ、イニングの最初のランナー、先頭のランナーが出塁です。さあバッターは良平、
打ったー、これがクリーンヒット、レフトへのヒットへ得点圏に。そうですね、あのちょっと高めの浮いたボールをうまく畳んで打つことができました。さあヒロト打ってほしいところ、これがフラフラと上がってライトフライはなくなってしまいます。ちょっとねあれじゃタッチアップもちょっときついですね。さあバッターはユウスケさん、うわーフルスイングも三振となってしまい2アウト。さあクリッチさっきいいバッティング見せております。この打席でも打ってほしいところ、打った、これがショート正面です。アウト、ノーアウトのねチャンス生かすことができませんでした。さあ4回の守備、先頭、お相手の先頭はナオピーさんから、これが強い打球、セカンド1回弾くもアウト、元川さん落ち着いていました、ナイスプレーです。はい、ワンアウト、バッターにはケンさん、ドカンと、ガツン、ガツン、ガツンとライトの頭を越えていく、どこまで飛んだ、強烈な打球は弾丸ライナーでライトを越えていきました。もうね、もう余裕ですね。サード両平ハイタッチ、いやーナイスバッティング、さすがっすねケンさん。はい、これで1点入りますと、そしてはいお決まりのポーズ、でも完璧でしたね、ナイスバッティングです。中盤でね追加点許してしまいました。さあこの後ねずるずる行きたくないところ、これがフラフラと上がってレフトヒロトがキャッチ、2アウトです。ゆうすけさんもねちょっとイニング増えてきたところ、ここでイエローバッターですよ、馬淵さん、なぜこの打順に一発のバルバッターが座っているのかといったところで、本日はここまで、次回後半戦です。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょショーヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。